まあ、子供が4歳6歳から一緒に18年間ここで暮らしましたので、やっぱりここはこう 南のど真ん中にある小さな建築ですけど、子供がここで小さな空間ですが外なんで、自分だけの空が見えたり風が入ってきたり自然を満喫できる、そういう生活を子供に与えたかったので、ここで小さい時はビニールプールを作って水遊びをここでよくして、子供は十分この中庭を楽しんでました。私はアンドデザインが好きやったんで、で、なんというてもやっぱりこう小さいのになんか空間がおおらかというか吹き抜けが多いということが大きな理由ですけど、そういう小さいけど豊かな空間、それがやっぱり、それは長年住んでてもよく感じた印象です。私は大学で建築を勉強しましたけど、仕事は父親がしていた建築とは関係のない商売を継いだので、その時に何か建築に関わっていたいなと思いまして、それで建築好きな人のための何か役に立つようなことを将来したいなと思ってまして、で、まあ1994年に安藤さんに日本橋の家を産んでいただいたんですが、その時にできた時にあまりにも魅力的な空間だったので、いつか絶対に一般公開をしたいっていう思いをその時に持ったんです。それで18年間住んだ後、そういうそれをしたかったので8年前に引っ越しをしまして、で4年前に安藤さんに改修工事を、ギャラリーにするための改修工事をしていただいて、それから一般公開の活動をボランティアとして続けています。ある方、皆さんやっぱり面白い、皆さん面白い面白いって言ってくれはって、喜んでくれはりますので、また建築にあんまり興味を持ってない人もここを見て、あ、建築って面白いんやと、だから建築好きの仲間がどんどん増えてるような気はします。家について話してくださいっていうことだったんですけど、家について僕はとても考えていて伝えたいなと思っていることは、多分家を手で作りたいというか、人間が作るものとしてちゃんと作りたいというような気持ちがあります。日本ではもう家というのはもうとても早く、たった数ヶ月で作っちゃいます。3ヶ月ぐらいで木造の住宅はできていて、僕はそうじゃなくってもっとちゃんと、なんか手で建築を作りたいと思っています。そしてそれは
今の時代にとても重要じゃないかと思って作っています。そしてそれは多分今だからできることでもあると思うんです。例えばちょっと前だったらこういう道具が欲しい、こういう材料が欲しいと思っても手に入りませんでした。でも今だったらインターネットでちょっと調べればインターネットでも買えるし、大きなホームセンターというのが日本にはあるんですけど、そういうところに行けば大体のほとんどの材料は手に入ります。あと作り方などに関しても YouTube などを見たりして、インターネットで検索してこれはどうやって作ればいいんだろうかってことも調べれば大体わかる。しかもそれをさまざまな人がいろんな工夫をして作っているってこともわかる。そういうことを調べながら今は住宅というようなものは自分の手で頑張って作れる時代になっていて、それが僕はとても良いと思ってるんです。まあ、建築っていうのはハイテクなものではなくてローテクなもののとても集積だと思っています。僕もこれを作っていますけど、とても難しいことをやっている感じはしないんです。ただ基本的なことをちゃんと間違えずに丁寧に作っているということをやっているだけです。僕はそうやって衣食住のことをこう、自分でやったりしますけど、そんな感じで家のことも今からの時代たくさんの人たちが作ることに参加した方がいいんじゃないかと思って、そういうことを伝えたいなと思ってこの建築を作っています。住宅は大阪の繁華街である北の中心地である梅田から1キロの位置に位置する中津という地域にあります。この地域は都市部でありながら戦前の古い長屋が多く残る場所であり、この住宅も大正2年に建てられたもので築100年以上が経っています。日本には商店街が各地にありますが、近年どこも周辺の大型商業施設の進出によりシャッター街となるところが増えていますが、ここ中津商店街も我々がここをリノベーションするまでは同じようにシャッター街でした。ここはもともと1階が乾物屋さんと八百屋さんで、2階が住居になっていたのですが、ここをリノベーションし1階は我々の設計事務所、2階を住まいとしています。リノベーションっていうのは、いろいろ捉え方があるんですけど、一般的には壁紙を張り替える、内装のやり替えっていうリフォームとかそういうものから、耐震補強っていう、構造の補強をする分野であるとか、広くはインテリアデザインのようなそういう分野も含まれるようなちょっと面白い分野です。割とその古い部材、既存部材に新しい部材を入れるっていう、それを対比させる、何か対比という美学的なフレームで作られるケースが多いんですが、ここではそういう美学的なフレームよりももうちょっと何かそのリノベーション特有の方法論というものを取り出せないかと思って設計しました。具体的にはそれぞれ床、壁、天井、梁、柱という建築部材があるんですが、そ
それ以外にまあなんかいろいろな小さなよりまあ建築のスケールを下回るような部材をいろいろその挿入していきまして、それをまあ我々はガジェットと呼んでるんですが、その総体で何か空間を作れないかと、そういうことにチャレンジしたあの建物です。It is situated in Kyoto City. As you know, it's really a traditional city in Japan, and it's really near the Imperial Palace, which means it is in the central part of Kyoto, and it has the really traditional site shape. And Kyoto house lot is the shape of the we call eel's bed, which is a verylinear long space. Traditionally, we put the small courtyards.Named Tsuboniwa in the middle of the site, but it will cut whole house into several parts. So in this case, we didn't want to cut the house into several parts. So we just put the long garden, which is facing south. It is a complex of a house.And the shared house and the tea house. So we should have the three different doors, which is facing the outer road. So we wanted to make a small alley which leads to the road in front of this house. And we traditionally have the house have the kind of.Transitional space from hare, which means public, to ke, means private. So, usually the house has the hare, public space, in front. That's the world common character. But we have the in a bottom or in a depth area, ke space, which is private.Most interesting character of this house is the, I told the case space, private space. We have the client have the tea space, tea room, which can be welcoming to other people, meaning that to some extent the public space.But the, if we have the, if the client welcome the only the intimate people, it's the extension space of the private space. So can be a private, but somehow the, it is open to the other people. So that's the kind of reversible space.Have you ever wanted to live in a hotel corridor? I often think. That fluffy carpet that absorbs all the sounds and the modest lighting. Doors that go on forever. Pull out the bed and lamp from the room in corridor
and calling wine and sandwiches in the shiny stainless steel room service wagon. It must be more exciting than any luxury suite. Such a random imagination is important to me. All house is such a house. Now I'm in the house in Atri Bawa, which is located in the center part of Tokyo, but the neighborhood is occupied by full of small houses, surrounded by 10 stories high urban architecture, which actually stop the extension of fire in the case of emergency. Most of them are single family detached house. And then this is a condition where Japanese architects work a lot on small housing, especially for the young generation. In 1980s, the price of land increased extremely high. And then the subdivision of property happens since the Japanese law very high percentage of inheritance tax. And so this is why the small house exists. One special character is coming from the side profile, narrow width and long depth, and facing to the street one side and another back side facing to the neighbor's beautiful large street garden. So we try to utilize as much as possible this opportunity. And also the height of the site has almost one story, kind of one story or different. So that's why so we try to utilize this level and the length into the two building, and the middle has a garden. And middle garden could be also the part of the interior, but without roof and a lot of earth to keep in the nature into the spaces. So that keeps also the lot of relationship
not only for inside the site, but also the neighborhood, then also environment to keep more opportunity to bring the some quality of the interior. And I think Tokyo is a still mild climate compared from Switzerland. So that's why so well, we try to investigate the nice interior garden, half interiorized by the wall to between two buildings, but same time it's outdoor space could be a part of one room for the family.